小沢正人は日本の考古学者。学位は私学修士。成城大学文芸学部教授。生の沢は宅の旧字体のため、新字体で小沢正人とも表記される。早稲田大学埋蔵文化財調査室助手。成城大学短期大学部助教授。成城大学社会イノベーション学部教授などを歴任した。1963年。 神奈川県海老名市に生まれる。早稲田大学に進学し、文学部にて東洋史学を学んだ。1985年、早稲田大学を卒業した。早稲田大学の大学院に進学し、文学研究科の考古学専攻にて史学や考古学を学んだ。1989年3月、史学修士の学位を取得した。また、中華人民共和国にわたり、 1989年から1992年まで北京大学に留学し、考古学を学んだ。日本に帰国後は、再び、早稲田大学の大学院にて学んだ。1996年3月、早稲田大学の大学院における、博士課程を単位取得満期退学した。母校である、早稲田大学に採用され、埋蔵文化財調査室の助手として勤務した。その後、 成城大学に転じ短期大学部の講師に就任した。後に、成城大学にて、短期大学部の助教授に承認した。その後、成城大学の社会イノベーション学部に移動し、助教授に就任した。さらに、成城大学にて、社会イノベーション学部の教授に承認した。後に、成城大学の文芸学部に移動し、そちらの教授となった。ありがとうございます。